皆さんこんにちは。さあこんにちは。朝晩めっきり寒くなってきました、ここ阿蘇市でも11月24日には初冠雪も観測されまして、そうですね、いよいよ本格的な冬を迎えています、今回も佐藤阿蘇市長に阿蘇市のさまざまな話題をインタビューしていきます、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。まずは10月8日未明のことですね、ドーンという音とともに凄まじい稲妻のような光が夜空を走り、阿蘇山が大きな噴火を起こしました、そうですね、降灰の被害も、各地で出ていたようですが、そのことについては、ちょうど熊本地震対策をやっておりました、6ヶ月が経とうとしておった矢先に今回、記録的な36年ぶりの噴火、なんと1万1000メートル の、噴火があり、広くは四国の方までその影響を及ぼしておるということで、農作物とか、住宅はもちろんですけれども、車とか、あるいは農業施設とか、そういうところにも相当の被害を今出しております、火山灰が一面に覆いましたので、スイーパー関係機関の方から除去をする、勾配の灰除けですか、それをお借りしながら至急、取り組んだところでございます、もう2ヶ月近くね、その噴火から経ちましたが、現在は、道路の通行や生活などに、支障はなく、火口周辺と、それ以外のですね、商業施設は現在様子はいかがでしょうか。ちょうど火口周辺はもちろん火山灰で覆われてるんですけれども、風向きが北東の風を向いておりましたので、一部の阿蘇市の地域だけが火山灰に覆われたと、被害を負ったということで、特に主な商店街とか、内巻温泉の宿泊地とか、そういうところはもう全く被害を受けてはいないですし、ちょうど深夜もあったということで、人的被害もなかったということで、すごくほっといたしました、ですから日常生活はもう今まで通り、やっておりますし、観光に来られる方々も草千里までは行けますので、ぜひとも他の施設も安全ですから、ぜひとも足を運んでいただけるとありがたいと思っておりますけれどもですね、阿蘇山の噴火警戒レベルも2から3に引き上げられますけれども、観光はですね、草千里 の駐車場までは行くことができます。そうですね、3に引き上げられたんですけれども、みんなが住んで宿泊があるところ、観光施設の主なところがあるところは、それからやっぱり11キロメートルほど離れた平坦部のところがほとんどですし、観光スポットである大観望にしても全く影響がありませんので、ぜひとも足を運んでいただければと思います、今観光についてのお話もありましたけれども、冬を迎えますと阿蘇市ね、温泉が豊富ですし、そうですね、それから今お話に出た草千里や大観望までの、ルートもちゃんと行くことができますし、このですね、草千里と大観望の観光については、WebTV 阿蘇で特集番組もね、組んでおりますので、ぜひそちらもぜひとも見ていただければと思います、風評被害にならないようにですね、皆さんのお越しをぜひお待ちしております、さて続いての話題ですが、10月は毎年恒例の阿蘇市市政報告会、各地域で開催されました、今年の市政報告会はいかがだったでしょうか。そうですね、もう合併以来やっぱり市が取り組んでいること、その大事なことは年に一遍ずっと11箇所ですけれども、もう11年目を迎えて、財政状況、それからその時その時の大きな課題について説明を今までしてまいりました、特に今回は熊本地震対策、対応し、そして今後どのようにまた復旧していくのか、そんなこともご説明を丁寧にさせていただきながら、その中でやっぱり住民の皆さん方も関心度が高くて、前年より出席も多くて、600名近い方々が出席をされました、一応にご意見が出てくるのは
やっぱ道路の問題、はい、あの57号線の復旧の問題とか、はい、あるいは代替ルートのミルク道路と、うん、それから二重の峠を越えていく今通行している我々の道、うん、これがやっぱり特に冬場になってくると、はい、凍結の問題とか、うん、雪が降ったりすると通行止めになって、あるいは事故を起こすんじゃないかというご意見がたくさんありましたし、うん、そのことについては今国県警察一生懸命取り組んでおられます、うん、もちろんあのその改善をしたところ、取り組んでおるところについては、うん、アソシーのホームページも直結しておりますので、はい、またそちらの方を見ていただければと思いますし、うん、またいつの時期か、うん、あの特集で、うん、こういうものをやっぱお知らせ端末機を通じてでも、うん、あの出すということが必要かなと思っております、うん、あの JR 九州の、はい、鉄道も今普通になっておりますし、うん、やっぱ生活、流通、はい、医療、救急搬送、うん、それから教育の通勤通学の問題、はい、いろんなところに響いておりますから、うん、早くとにかく解決をし、うん、つながるように、うん、これからもしっかりと、うん、あのやっていきたいと、うん、またそういう意見がすごく多かったです、うん、はい、ね、まあ、市民の皆様が今どんな問題を、ね、抱えているかとか、まあ、これからの市政に何を求めていくのか、はい、まあ、行政側に伝える貴重な機会だったと思います、ね、はい、さて最後にお伺いしますのは、今回の市政報告会の中でも一部紹介があったそうですが、こちらですね。あ、そうですね、新しくこの新しいあのチャレンジワードができました、はい、うん、このチャレンジワードというのはどういったものか、はい、これはちなみにあの人がつながり作り出す新しい阿蘇、はい、オンリーワンの世界へという、うん、チャレンジワードですけれども、はい、私たちはちょうど4年前に水害にも遭いました、うん、それから2年前の小規模噴火にも遭いましたし、はい、今回もまた大きな大規模地震にもあったりと、うんうん、そしてあの直近ではその爆発的噴火にもあったりと、はい、うん、いろんなことがここ続いております、うん、あのちなみに住民の皆さん方ももう災害続きでもう心も疲れておられるだろうし、あのこれからいざ頑張ろうと思った矢先でいつもそういう災害が起きる、うん、そうしますと大変心が折れるということもありますし、阿蘇市の職員にしても災害対策ばっかりで、うん、いつもはあの復旧に向けての書類を作ってばっかりいなきゃならん、それもあの不眠不休で、うん、あの限られた期間の中に作っていかなきゃいかんし、うん、このままずっといくと阿蘇市がやっぱりだん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 マイナスのスパイラルになっていくんじゃないか、うん、沈んでいくんじゃないか、うん、そんな危険がちょっと感じられましたので、うん、若い職員さんの方から、うん、そうじゃなくて、やっぱりあのこういうものをしっかりと経験をし、我々はこの中から立ち上がっていくんだ、うん、次の阿蘇市、新しい阿蘇市、その災害に負けない素晴らしいものを作っていくんだという、そういう気概の中で、あの若い職員さんたちが、うん、あのいろいろ自分たちの案を出して、うん、そしてこの素晴らしい人がやっぱりつながって、そして作り出していく、うん、その中で大きなやっぱ協力があって、うん、新しい阿蘇を作り出していくんだ、どうせならあのオンリーワンの世界を目指していこうというあの意気込みの中でできたチャレンジワードなんですけれども、うん、まあ、ぜひともこれはあの阿蘇市の大切なこれからの生きる道の目標の言葉にしたいと思いますし、うん、多くの皆さん方に愛されて、うん、あの合言葉として使っていただけると、また一段と明るくなってくるんじゃないかと、うん、そんなことを思っております、はい、まあ、チャレンジワードという、まあ、設定自体がですね、非常に珍しくユニークだと思うんですが、まあ、今回決まったこの言葉、今後はどのようにこう活用していくか、そうですね、まず ありがたいことに阿蘇ロータリーの皆さん方がこの上り旗をたくさん作っていただきました、はい、うん、いろんな公共施設にこれを立てさせていただいておりますけれども、はい、もうすでに皆さん方の方から目につかれると思います、うん、そういうことの言葉を一つしっかりと捉えていっていただいて、
また自由にどなたでも使えますので、うん、こういう言葉を一つ使っていただければ、うん、そしてみんなが協力し合って、うん、復興をそしてこの地震から立ち上がっていく、うん、その原動力になるような力強い言葉として、うんこれを使っていっていただけるとありがたいなということで、うん、また広く、うん、市民の皆さん方にも分かりやすいように私どもも発信していきたいと思ってます、うんはい、例えばねイベントなどのテーマに持っていきたいとかもうバッチリだと思うんですよね。そうですね、まあ、市全体のことじゃなくてもきっと個人の立場になっても、きっとこの言葉で支えられたり、勇気づけられることもあると思いますし、はいこのチャレンジワード皆さんぜひねよろしく覚えていただきたいと思います。さあ、今月のクイズですけれども、今月のクイズは、はい、もうちょうどだん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 話題にもなりつつあります成人式のことかなと思ってるんですけど、はいはい、もう私も今からどの曲を選曲しなきゃいかんのかなと思ってます、はい、そんな中で来年の1月の8日に、はい、成人式を行うことに決定をしました、うん、でも今まではちょうど朝10時 の, 開催だったんですけれども、うん、でも道路事情とか、うん、やっぱりいろいろとこの阿蘇市内だけじゃなくて、熊本市内大津の方住んでおられる方々がこっちに帰ってこられることもありますので、うん今度は時間を1時にして、うん、より安全のことを考えてそんな時間にしましたけれども、まあ、ちなみに来年の成人式で迎えられる阿蘇市の若い人たちは、うん、ちょうど287名おられると思うんですね、はいうんまあ、今年の1月の成人よりも少し数が多いんですけれども、はいさて今年の1月にあった、うん、成人式で迎えられた皆さんの人数はどのくらいだったでしょうか、はい、それが今回のクイズです。ちなみにですね今回は3択になっております、はい、まず1番が293人、うん、2番が283人、はい、そして3番が273です、はい市長のコメントでも、ね、ヒントがありました、来年1月8日に成人式を迎えられる人は287ですが、うん、それよりも少し少ないです、うん、そうですね今年、はい来年の方が多いというコメントでしたので、そうです、はいそれから、WebTV 阿蘇のニュースでもこれをお伝えしてますので、うんまあ、そちらを見ればもうすぐお分かりになると思います、はい、今古川さんの方から大きなヒントがありましたので、はい、どしどし応募していただければと思います。はい、はい今回のようこそ市長室は、阿蘇山噴火に伴う復旧状況やまた市政報告会そしてこちらの阿蘇市チャレンジワードについて佐藤阿蘇市長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で株式会社阿蘇アグロスタイルから特別栽培米ミルキークイーンセレブ米2キロ入りを2名様にプレゼントします。味、粘り、ツヤ、すべてが揃うミルキークイーン、冷めてももちもち感が続きお弁当やおにぎりなどにおすすめです。もちろん今年の新米です。こちらはオンラインショップアソモで取り扱っています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記してメールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは12月27日火曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。